皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校4年生の社会、健康な暮らしとちづくりの5時間目の動画になります。今日の授業で必要なものは、教科書とワークシートの小4社会、教育出版、健康な暮らしとちづくり丸5です。用意はできましたか それでは授業を始めます。教科書の48ページと49ページを開けてください。ワークシートの丸一番を見てください。皆さんの家では1週間でどれぐらいのペットボトルがゴミとして出されていると思いますか予想した本数を書いてください。 ここで動画を止めてください。終わりましたら再生してください。500ミリペットボトルなどを考えてみますと、相当な数が飲まれているのではないでしょうか。そこで、ペットボトルなどのゴミのことを次のように呼ぶので覚えてください。 資源ごみと言います。ペットボトルだけでなく瓶や缶などもこれに当てはまります大切な言葉なので覚えてくださいねそれでは今日の課題は資源ごみはどのように処理されているのか調べようですそれでは次の問題です ワークシートの丸2番を見てください。教科書4849ページを参考に資源ごみの処理の仕方を調べましょう。ここで動画を止めてください。終わりましたら再生してください。それでは確認します。 どの資源ごみにも共通しているのが細かく砕いて別の製品に生まれ変わっていることがわかりますね。毎日の生活の中でたくさん使われているものであるからこそもう一度同じ製品または別な製品として使えることはとても素晴らしいことですね。それでは次の問題です。 ワークシートのマルサンバを見てください資源ごみをリサイクルしやすくするために大切なことは何か調べてくださいここで動画を止めてください終わりましたら再生してくださいそれでは確認しましょう やはりリサイクルするためにもきれいにしておくことが必要なのかもしれません余計なものがついていたりするとそれだけリサイクルするスピードが遅れることにつながるからでしょう次の問題ですワークシートの四番を見てくださいこれからの生活の中でゴミを出すときに自分自身が 気をつけていかなくてはならないことは、何か書きましょう。ここで動画を止めてください。終わりましたら、再生してください。それでは、確認しましょう。いろいろなアイデアがあると思いますが、このようなことに気をつけてみてはいかがでしょうか。 リサイクルしやすいように分別やきれいに処理をしておくことが大切ですねそれではワークシートの今日のまとめを書いてください自分で分かったこと気づいたことを自分の言葉で書いてくださいここで動画を止めてください終わりましたら再生してください それでは今日の授業をままとめます清掃工場はゴミの分別を市民に協力してもらいながら資源ごみをリサイクルしていることが分かりましたねそれではこれで今日の授業を終わりにします次回はごみを燃やした後の灰はどこへ行くのか調べます それでは次の授業までさようなら。